2024年5月4日、5チャンネルにこんなスレが立った。産後里帰りを控えた妻、夫の弁当作り置き、X 投稿で炎上、本人よくてもなぜ批判。男女平等をめぐる議論に正解は？男女平等とは？早速スレを見ていこう。タイトル、産後里帰りを控えた妻、夫の弁当作り置き X 投稿で炎上、本人よくてもなぜ批判。男女平等をめぐる議論に、正解は？インスタグラムならこうならなかったのでは？お弁当が並ぶ写真とともに、産後里帰りのために夫のお夕飯弁当第1弾作りました。夫よ、1ヶ月はこれで我慢してくれと添えられたコメント。今、この投稿が炎上し、議論になっている。旦那さんが羨ましいという声の一方、身重な妻に1ヶ月分の食事作らせる夫は何様？夫は何もしないの？甘やかせすぎなど非難が殺到したのだ。さらに、パートナーがいない人が嫉妬しているだけといった批判に対する批判も。直近でも、小持ち様、サンキュークッキーなどのワードとともに結婚生活や子育て、家事分担に関する発信が炎上しがちになっているが、その背景にはどのような構造や事情があるのか。本人よくてもなぜ批判？覚悟して投稿すべき？作り置き投稿について、ジェンダー論、労働政策が専門の奥田翔子、近畿大学教授は、夫婦が合意してハッピーであれば、他人がとやかく批判すべきではないとした上で、社会が夫婦に求める新しい姿よりも、振り子が逆に言っていたのだと思う。さらに女性の複雑な生き方が、SNS という土壌の上で爆発してしまったのではないかと述べる。批判に対し投稿者は、夫は仕事柄、深夜帰りだから私が勝手に心配で作っただけ、夫は、妊婦への、理解やサポートが素晴らしいので、元気な日くらい何かしてあげたいと思っただけ、自分のことは自分できる大人の男だし、すごく最高な夫なんですと説明している。その上で、世の男性は産後のご飯の面倒まで見てくれるのが普通と思わないで、との投稿もしている。ノーユースノージャパン代表理事の農場桃子氏は、X ではなく、インスタグラムだったらこんなことにはなっていなかったのでは。自分が夫のために頑張った、私の記憶、メモリーのためのもの、としてあげ、周りがいいねをする。それで完結すれば何の問題もない話だ。今回の炎上は、本人、批判する人、その批判を批判する人たちという三重の構造で盛り上がっているように見えるとの見方を示す。批判の中には、投稿したら誰に見られるかわからんのだから、もう少し考えてから発信しろ、自分が逆の立場だったらどうするか、考えてつぶやかないと炎上は必至といった声もある。これにライター、編集者、ラジオ司会者の早水健郎氏は、X で発言する上で覚悟が必要だとは思わない。表現の自由を実現するのは、みんな覚悟を持て、ではなく、みんなで努力して発言できる社会を作ろう、というもの。パブリックの論理で否せるより、良かれと思って弁当をあげている人を叩かない方がいい社会のわずだ。今は覚悟がある強い人たちしか戦えない舞台で、社会を地獄にする批判しか起こっていないと反論した。わざわざ X に投稿してるんだから、そういうことをしてあげる旦那思いの自分偉い、って言ってほしいだけ。日本名物、ハッシュタグ男女楽だと反応も逆になる話、だな。弁当を作る相手がいない人の妬みと捉えるのは無理ありすぎん。ちゃんとした嫁をやられることで、それが当たり前になるのが嫌な人たちが批判してるだろ。1ヶ月前に作った冷凍弁当を食わせるのは果たしてちゃんとした嫁なんだろうか。霜まみれで冷凍焼けしてそうだ。いい具合に解凍温めして食べるの結構めんどくさそう。自分が旦那ならマックとかコンビニで食べると思う。本人よくても批判クソワロタ。頭があれなんやろな、批判してるやつ。同じ人間なのになぜこうも差がつくんだ。本当にな、気に食わないのに食ってかかるのが好きでもいいんだけど、相手を考えろよと思うわ。文句つけてる方が状況把握できてない。X の民度があれなんじゃないか。炎上とか言っても攻撃してるやつってほんの数人だけだからね。そいつらが何回も投稿してるから炎上に見えるだけ。民度は普通だよ。リアルと違って、発言もリツイートもフォローもしない人は、いないも同然だしな。何かしら浄化作用のある機能必要だね。現状やられた人がブロックするしかないからね。あとは YouTube みたいに AI でバンするかだね。まあ投稿者は攻撃されても相手はただの文字なんだから気にしないといいよね。実際のダメージはゼロなんだし。いくら冷凍しても1ヶ月も持つんか？家庭用冷凍庫なら1週間が境界やと思う。フェミノシット。何でもかんでも SNS にあげる病。ほんとこれ、頭おかしい。普通の人は普通に結婚して幸せそうになってる。それを男女平等だの男尊女卑だのあだこうだいう人は普通とは違うってこと。奥さんの愛情を無視した批判。思想の押し付けうぜー。他人に干渉すんなよ。なんで炎上したかわからないけど。単なる思想活動、要するに批判対象は、私の都合の悪い人間。嫁の里帰り出産の間なんて、
チャンスとばかり連日友達と飲みまくってたわ。ほんまこれ、一人きりだよっしゃー、と喜ぶ、一ヶ月好きなものを自由に食べられる天国。一人きりだよっしゃー、って連日飲みまくって、それが禍根を残さない夫婦関係とか恵まれてますねー。ジェンダー論、女さんに楽させろ論。女が家事育児しろ、って一番問題なのは、そういう思想の男よりそういう思想の女、しかもかなり多い。なんで喧嘩腰になるのかね。主義主張でなくマウント取るのが目的だからでしょ。理屈がないから暴走するし、信念がないから開示請求されたら、意味がないのに、アカウント消して逃亡しちゃう。こういう女の子だから素敵な旦那が見つかる。批判してるババアは悲惨な末路。それな。そもそも里帰り出産ってなんなん、なんで夫婦の大事な時期に実家に帰る？そんなに夫は役に立たないものか？まあ役に立たないんだろうけど。夫に負担かけないし、自分も赤ちゃんも遠慮なく親に面倒見てもらえるから楽なんだよ。実家が近ければ、旦那も仕事帰りに女房の実家に寄って飯食って帰ったりするし、それだけのこと。夫に負担かけないしってのが一番意味不明なんよ。二人の子じゃないのかよと。実家が楽なのはそりゃわかる。でも結婚したのにそれはどうなんて思う。他人に迷惑かけてるとか実家の親が迷惑がってるとかじゃないなら別によくね。実家が遠いとか、親に見てもらえないとか、苦労して頑張ってる夫婦も多数だけど、しなくても済む苦労をわざわざ背負い込むのがいい結婚生活ってわけでもないでしょ。絆がとかなんとかなら夫婦間の問題であって他人の考えなんて余計なお世話だし。しなくても済む苦労をわざわざ背負い込む、さすがにそれは。なんで批判されてるのか割とマジで理解できない。夫のために身を物見で家事する私はいい女、って妊婦さんを羨ましく、妬ましく思った連中が、彼女の真意に気づきながら、彼女を攻撃する代わりに、論点ずらして男がしてるだけ。一瞬のマウント取り合戦だから、こんなん、別にわからんでいいよ。誰も頼んでないのに個人的な私生活の情報をなんで全世界に向けて発信してんだよって話だよな。一体何が目的でそんなつまらん情報を発信してんのか本当に謎。旦那思いの奥さん偉い、料理上手。とか言ってほしいからでしょ。幸せそうでいいじゃないの。どうせ批判してんのは相手もいない生き遅れの高齢ぼっち女さんだろ。意外とフェミ吉って結婚していて子供がいたりする。アイラの元編集長も典型的なフェミ吉で毎回テレビで男性批判しているけど夫と子供がいる。結婚して不幸になってんだろうな。いちいち家事であれしたこれしたってアップする主婦ってのも気持ち悪いよね。ツイッターって本来そういう個人的でどうでもいいことをつぶやく場じゃなかったっけ。なんか勝手にマナーみたいなのできて面倒くさくなってるよな。たいのない、つぶやきだったはずなのにな。どうしてこうオフィシャルな意見表明みたいなギスギスした場になっちまったのやら。そもそも一般人が日常の何かをつぶやくのにボロクソに言われる筋合いないもんな。褒めたい奴は褒めればいいし、うざいならスルーすればいい。誹謗中傷は、違うよな。バイオテロとか犯罪なら話変わるけど。どうでもよいけど気持ち悪さは感じる。俺は嫁が妊娠中は家事全般受け持った。まあ今も続いてるわけだけど。はいはい、偉い偉い。君が、自分はちゃんとやっている、と他人に偉いと認めてほしいように、この嫁さんも旦那のために義務は果たしてます、と認めてほしくて X 投稿してるんよ。似た者同士じゃん。中身も外見もイケメンの金持ちと結婚してたら、こんなに攻撃的にならずに、好かれようと頑張って弁当を作るのかな。イケメンだって年も取れば頭だってハゲてくる。幸せアピールなのか？食事の用意もできない夫持ってると子供生まれた後大変そうだけど。別によくね。投稿主がマジ嫌だとか言ってるわけじゃないのに、なんで夫批判してるんだ？なんかこういう自分が嫌だから投稿主も嫌悪してるだろうと勝手に決めつけてるの多すぎる。批判してる奴の多くが高齢独身だしな。しかも、ごちゃんと違って多くが女なんだよね。ぶっちゃけ毒女は興味ないし大変ねえくらいでどうでもいいと思う。だって自分は家族の世話ないしね。普段とも働きで家事育児のほとんどやってる主婦はイラつくと思う。そう言っても、噛みついてた赤の多くフェミの独身女赤だったんだよな。これ束縛がきつい嫁にしか見えないわ。旦那だって好き勝手に飯くらい食いたいだろ。マジでそれよ。こんな冷凍作られたらきついわ。気が狂う。それしか食うなとか言われてんのかよ。基本的に日本人は食べ物を粗末にするようには育ってないから、嫁が帰ってきて残ってても嫁を傷つけるから義務的に消化せざるを得ない。気が狂うわ。こんなことされたら、やめて。君のお嫁さんも子供もなんか、かわいそう。本当の真心で奥さんがやってくれてもそんな言い方しちゃうの？既婚者じゃない可能性も高いと思います。自分好きに情報発信するのだからそれを受けた側も好きに情報発信する。そしてそれを受けた者も。それだけの話な。自分に快適な情報発信の場が欲しければ閉じて選別して押すればいい。開いてるところでは構造上無理。大原則だよな。だか精神衛生上一番いいのは SNS なんてやらんことっていう。お金がないから作り置きするんでしょ。外食金かかるから。旦那さん稼ぎが良くてお金持ちらしいよ。
なるほど、なおさら俺のイメージ通りだわ。他の女に取られたくなくて必死に旦那にプレッシャーかけてるのよこれ。この妊婦さん精神疾患らしいから、実際どうなんだろうな。あ、精神疾患だから弁当30個も作って冷凍したのか。そりゃ仕方がないな。SNS で目立ちたいばかりにいらんことされたら、世の中の里帰り出産する嫁は留守の間の旦那の食事を用意しておくのがデフォルトになると困るってのもあると思う。ないない、そもそも作りすぎだし。どうせ結婚できないドブス女どものシットレスだろ。違うと思うよ、その人たちはママアカなんか見ないって。え、産後の嫁が旦那のご飯を用意してることにガイアが切れてるの。もうただの異常者で草。ママアカには暗黙の了解ルールがたくさんあるんで。名分かしろ。調べればわかるけど、旦那自慢や子供自慢やキラキラ投稿とかできない人もいるんだから、産後丸々したとか書くなとか。弁当がまさにこれだと思う。他人の幸せが許せないってやつか。まあ、よそんちのことを他人が批判してもしょうがないし、本人たちがいいならいいんじゃね。愛情でしたことを批判されて辛いだろね。批判してる人は何の問題があるのかきちんと答えてほしいと思う。それと批判してる人が普段何書き込んでるのかもね。旧ツイッターの頃から特につぶやくこともなくなって見るだけになってた。積極的に絡みに行くこともないし、つぶやかないから絡まれることもない。こんな揉めてるような炎上とかはタイムラインには出てこないから全く興味もない。今の時代は何を発言するかより何を発言しないかの方が大事だから、面倒くさいのに絡まれるのが嫌だから何をつぶやくにしても気軽にできなくてつまらんのよな。嫁が1ヶ月分のご飯を冷凍しておくなんて、プレッシャーでしかないわ。似たような見た目の弁当ばかりだったし、こんなの自分ならありがた迷惑だけどな。たまには好きなもん食いたいよ。独身時代は適当に外食しながら自立して好きなようにやってたよね。夫を浮気をしないって信じてたら1ヶ月くらい放任できてお互いに頑張りましょうが普通だ。この嫁はちょっとおかしいで、ネットに晒すその意味も考えたら怖いよ。この人双極性障害持ちなんよ。本人プロフ、そう状態の時に肺になってガーッと大量に作って、私すごい、みんなに見せる、ってあげちゃったんじゃねえのかな。精神障害持ちだと旦那もあまり言えんしな、次は鬱が来るから。なるほど、自分の見え方を客観視できない人なんだな。そんな風に個人を侮辱するのがあなたの趣味なの。でもこれ、私の体調が悪いので夫さんが作ってくれました、と料理を投稿したらいいねは増えてくれるのかな。それこそルサンチマン抱えたババアどもがとんでも理屈で叩くで、夫に料理させるくらい体調が悪いのに SNS 投稿とかバカなの？みたいな感じで。夫が作っても嫁が作っても男女平等に叩かれるのか。叩くこと自体が目的であって、理屈は手段でしかないからな。ヤギ連れ太郎夫婦がどうしてようと非難される風刺そのもの。最近の女さん頭おかしい。世界的なフェミ思想の広がりで自分たちが絶対正しいと思い始めてるからな。何のことはない幸せ夫婦ののろけだった。これにいちいちケチをつける方があれだね。のろけや自慢って、歴史的にも経験的にも嫌われる行為だけれどもね。例えば電車の中でイチャつくカップルがいたら眉を潜める人も少なくないでしょう。微笑ましいという感じで、温かく見守らないと、人としておかしいみたいな捉え方は、それこそ浮世離れしたものだよね。批判する側のやりたい放題がよくやりたまに上がるけど、批判される側のやりたい放題には目をつむるっていうのはフェアじゃないし、それこそ歪んだものだと思う。批判されたくないなら SNS に投稿するな。批判を投稿する側の人間は自分もさらなる批判にさらされる可能性があることを考えているのかどうかだな。自慢したからかな、投稿する必要性がないし。だな。自虐以外の話を SNS 上でした時点で、餌まいたと思うしかないし、食いついたやつは人として見なきゃいい。奥さんは素晴らしきと思うけど、旦那はもっと気遣いや。みたいな基本的な認知が歪んでることに気づいてないタイプ。あらゆる妄想の前提が最初からあって同意を求められてるわけでもないのに、女性は被害者から入るタイプ。この夫婦が良ければいいんじゃね。なぜに赤の他人が発狂する。わざわざ X に投稿すんなってことでしょうね。そういう人は X って何を投稿する場だと思ってんの。他人に干渉したがる国民性ってどこから生まれてるんだろう。そうやって日本人特有だと思うのが間違い。こんなの人類共通だ。日本人特有だよ、全体主義。投稿者は、頑張っているでしょ、すごいでしょ、という承認欲求からこういう投稿してしまうわけか。他人からしたら、ふーん、それで？としか思えんのに。私は、ふーん、それで？と思う人間の類なんですというのをいちいち報告すんのは承認欲求の一つじゃねえの？自分語り。娘が里帰り出産でこれやったら冷蔵庫に大量に残ってたらしい。旦那は吉宮に行って飯を食ってたって怒ってた。娘さんはその残った弁当を食べたんかな？もし食う気にならなかったのなら、そういうことだよな。食うわけないだろ、あいつらは旦那の食うもんなんて興味ないよ。サンキュークッキーの時と同じ、結婚できない女の醜い嫉妬。
里帰り出産できない妊婦もいるから、同じ妊婦でも共感は得られない可能性ある、全方位に敵を作る行為かもしれない。俺は子供の弁当のおかずの作り置きやってるけど、それと似たようなもんだろ。文句つける奴は頭がおかしいのか。それは冷凍じゃないだろ。手作り料理を冷凍したらどれだけまずくなるか知らないんだな。作って小分けして冷凍してるけど、唐揚げやハンバーグやきんぴらだな。全く問題ない。冷凍して解凍するとまずい。手のすり込まれてるんだろ。自分でやってみれば。いい奥さんだね。でも1ヶ月間もあるし、そんな面倒しなくていいよ。食費の予算を渡して予算内で適当に食ってくれで。お小遣いせい減ってるらしいよ。男女平等以前に他先進国は平日料理はしない。休日のホームパーティーでやる趣味のような存在。日本は狭い家で何でもコンパクトにしないといけないし、湿気管理も手間がかかるし、在宅介護が多いし家事量が多いから手分けしても夫婦とも疲弊してしまう。これだよな。海外はそもそも男女ともにも家事育児は手抜きまくり、日本は世間からだなのか知らんがやたら家事育児したがる。この状況を絶対値じゃなく主観でアンケートするから日本の男が家事育児しないみたいな結果になる。これもし文句言うとしたらパックに小分けしている分だな。パック状態で冷蔵冷凍はどうしてもかさばる。ハンバーグならハンバーグだけまとめてジップロックが正解だな。そしてこれから見えてくることは旦那が相当なレベルで料理できないんだろうなということ。弁当の形で提供されないとそこからどうしていいかがわからないのではないか。それの話にさせたら自宅はコンビニ弁当とカップ麺の空容器で溢れひたすら外食するんだろうな。弁当に凍ったまま並べるためにそうしてんのにジップロックじゃ朝余計な手間かかるやんか。すまん、朝食うような弁当だとはどうにも見えなかったし、ましてや会社に持っていくなんてありえないと思った。あれはすべて夜用、休日用、だと思っていたわ。その解釈で正しいのでは、あれは毎日昼間に食べるものではないと思う。うちは息子の弁当作るために冷凍作り置きをやたらしてて、食べてもいいよって言われてるけど、なんとなく解凍が面倒でオムライスとか作っちゃう。なんでこうなのかは自分でもよくわからない。電子レンジの性能が低いからだな。15年ぶりにオーブンレンジ買い替えたら温め解凍が高性能すぎてビビった。温度センサーついてて冷凍品と冷蔵品を一緒に入れても指定温度に同時温めしてくれるんだぜ。解凍は問題ないのよ。別にまずくなるからそうしてるわけじゃない。ただなんでかわからんけどレンジ、温め以外の操作は面倒なのよ。片付けも自分でするなら好きにせい。多様性とか言いながら一つの価値観を押し付けるポリコレ。ほんとそれ。専業主婦という日本特有の存在がこの無限ループを呼ぶんだよな。セレブの嫁で家事なんか趣味程度以外は一切しないでプロ頼みなのが本来の専業主婦というカム職の嫁。そういう概念しかもう世界的には通用しない。家計にプロに任せる余裕もなく専業主婦と家事専業を宣言しながら家事分担と皆未不明。専業主婦なんてほぼゼロの北欧じゃ笑われるぞ。何かというと男女平等の先進国として持ち出される北欧ですが。俺の兄の家が専業主婦だった。兄はサラリーマンとしては高級取りの方だったと思うが、その兄が話していたが今はダブルインカムが当たり前だから都会の勝ち組夫婦は俺たちとは、比べ物にならないほど金があるとか言っていたな。本当の勝ち組は田舎のクアドラブルインカムな。親夫婦同居で4人ともに仕事してる。都会の勝ち組なんて砂上の楼閣で稼ぎ以上にマンションと育児に金を通勤に時間を吸われてる。育児？嫁さん手が回らなきゃ俺の両親が見ればいいし、ウィンウィンじゃんって安易な思考が見え隠れしてるのね。お前さんの両親と妻で何かすれ違い起きたら介入しないで、風見取りしてそうなのね。子供いるなら、お前さんも父親なんだからさ、うまくいってるのは結婚前から話し合って承知してたり、お互いすれ違い起こさないようコミュニケーション取ってるんだと思うわ。ごめん、うち両親いないんだわ。自分のこと自慢にしてるわけじゃないので足からず。すれたいだけ見て旦那に好きなものを食べさせる自由を制限してる系の批判かと思ったらま楽だった。女なのに女さんの発想にいつもついていけない。ついフェミは共産支持が多い説ある。だからちょっと普通じゃない人たちなのよ。他人が批判するようなことではないな。他人と暮らしたことがない人にはわからないんだよ。まあ子供がいないので受け継がれない感覚だから、消えてくよ。今のツイッターってこんなにガイアがシャシャってくるの？少し前はもう少し遠慮がちじゃなかったか。このスレッドは一線を越えました。ライフタイム、14時間、8分、0秒。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。